はい。えー、私の方から1点、えー、申し上げたいと思います。イレッサという薬の。関係について訴訟が起こされ、裁判所から和解勧告が出されておりますえ、28日が回答期限ということでありますが、まあ、一部報道でえー、国及び。 <laughs> 製薬会社ががこの和解勧告を拒否すすするると回答する旨が報道されております、えー、しかし、この全体の状況を考えたときに、副作用が原因で、えー、死亡するに至ったという結果を見ますと、これはいわゆる患者さんの側にはあ、それを回避する術はないということであります。 医療の提供側、これは製薬会社および医薬行政を担当する国、さらには医師が処方して行うという薬でありますから、この医療機関、ないしは医師の側、いずれかにの役割にそれぞれ課題があるとしても、患者としては受け身な対応でありますから、この副作用の適切な情報の提供、 についてはその医療提供側に責任の要因があるわけでありまして患者の救済というものをまず旨として考えるのが筋だと思います仮に和解がこの段階で成立できず裁判の判決を得る 方向になったとしても、しかしこの患者の救済を図ると早期に図るとということについて、この医療提供側は積極的に対応すべきであるとこう考えます。薬事行政についてさまざまな影響があると思いますが、これは客観的な情報、これは効果の面もまた副作用の面もきちんと正確に。 情報を提供するというのがまず基本でありまして、その患者よりは、そうした情報にアクセスしやすい立場にある医療の提供者の側について、再発防止、あるいは体制の確立、これについての早急な対応を促したいと思います。 はいはい。はい、まあこの段階では特に考えておりません、特に心していただきたいのは、あこの副作用の結果、あ死亡したという,う患者さんの推移というのは、厚労省が認めている数字の中でも、やはりそのお緊急医療情報ですかね。 を発出した平成14年の10月15日以前と以後では明らかな違いが出てきているということでありますしたがってこの緊急情報医療情報を出す以前の患者さんに対する対応というのは救済というのはやはり誠意を持って当たる必要があると思います そのことはすでにわれわれの部会でもその趣旨のことは結論づけられておりますし、あえてこの段階で申し上げるということは考えておりません。は,いは,いは,いはい、はい はい、賛成といういはいましたけれども、はい、今回の対応というのはういう、もちろん、今の段階で、えー、法案も提出されていないわけですから、結論はあ持っているわけではありません、えー。昨年は1年限りの次元法ということで出され、えー、我が党の主張してきた児童手当の拡充という内容に近いということで賛成をいたしました。しかしその修正に 盛り込ませた我々の要求というのは、大きく2項目ありますけれども、まあ、もっと言うと3項目になろうかと思います、えー。児童養護施設に入っている子どもさんなどに対しても、給付を提供する、そういう工夫をするということが1点目であります。もう1点目は、えー、平成23年度以降 の子育て支援策のあり方について、えーまあ、政策全体のバランスを取って検討すべしと,ということも盛り込ませました。この23年度以降ということは、23年度限りではなくて、23年、4年それ以降、<laughs> その後のことも視野において、まあ、恒久的な制度、あるいは財源措置、 をを視野に入れれたた安定的な政策体系ととということを主張したのが1点でありますそれと子育て支援策というのは、子ども手当、あるいは児童手当のような現金給付だけではありません、保育園、幼稚園、あるいはの整備、さらには待機児童の解消ですね、そして育児休業制度の充実などなど、さまざまないわゆる現物給付と、 言われるような施策と相まって行われるべきであります我々が政権を持っていた当初はこの児童手当とそれ以外の政策の歳出総額というのはほぼ同額で車の両輪ということで位置づけてまいりましたで都市部においてはむしろ手当よりもそのそれ以外の施策の充実の方が 切実実な要求がああるという実態もあります、まあ、そういったことを考慮した上での全体のバランスということが必要なのでありまして、こういった修正に盛り込んだことが果たして、今回提出されるであろう子ども手当法案でどのようにきちんと配備されているかどうか、あるいは予算措置と相まってどうなっているか、ここをよく検証し、議論することが必要だろうと思っております。 政府の施策というのは、制度の概要は発表されますが、しかしそれがきちんとした予算案、あるいは法案として出てこなければ、詳細な制度設計は分かりません、それは我々の時代もそうでありましたし、現在もそうだろうと思います。そういった点をよく見極めて、地方自治体の現場にもさまざまな影響が及んでいくことでありますから、で今回報道されるところでは、 23年度限りのまた次元法で出すということも聞いておりますので、まあ、それらのことが昨年のこの修正で要求したこと、どの程度整合するのか、また将来への展望があるのか、この点をしっかりと議論してまいりたいと思います。 いやそんなな単純なことでは必ずしもないいと思いますしかし、去年の修正は23年度以降と,ということを検討した上で、必要な法的措置を取るというふうに明記したはずであります。 今の点は、我が党が修正を要求して、政権側が飲んだということでありますから、政権側がどれほどの努力をしてきたのかということをよく見極める必要がありますはい。 えー、以前、まああ、政権の運営の姿勢、えー、あるいはマニフェストとの整合性、そしてまた外交・安全保障の失態、えー、さらには政治とカネの問題等々、テーマを掲げておりました、昨日、市政方針演説をお伺いしまして、えー、昨日のぶら下がりのところでも何点か申し上げた。 ところでありまして、そういったものを盛り込んだ上でえで、ー、検討していきたいと、衆議院と参議院と両方のチャンスがありますので、えー、共通する部分、指摘もするでありましょうし、えー、また役割を分担して、えー、行うこともあると思います。まあ、とりわけ昨日のの方針の中で、えー 与野党協議に関する点が社会保障のあり方、その他のことも出てたように思われます、TPP や、あるいは本来国会で議論すべき定数の、議員定数の削減等にも言及があったようであります。しかし、与野党協議というからには、昨日の施政方針の演説の主語は、 社会保障のあり方についても TPP についても内閣なってるわけでありますしかし与野党協議の与は与党でありますですから与党民主党の考えをきちんと出すということが自ら言っておきながら出していないとということで内閣とは主体が違うわけであります内閣は行政の継続的な運用の元に あるわけでありますから内閣が言ってきた社会保障の考え方と民主党のマニフェストで示されることは明らかに違うわけでありますからここは与党としての考え方をしっかり通っていくと,ということが大事だと思いますそのことは菅総理が総理の立場をあえて踏み越えて一政党の代表として 定数の削減についても議論すべしと、このようなことをあえて施政方針で述べていらっしゃるわけでありますが、ならば、ならば政党の代表たる幹なおと,おとして、この社会保障や TPP についても、民主党のマニフェストにとった、のとっ,った具体的な考え方をきちんと示すべしと。 ということを通っていきたいと思います政治と金についての言及も昨日は極めて限定的消極的であったように思われます さらには、税制、えー、との一体的な改革ということを、標榜しているようでありますけれども、おむしろこの予算案が2年連続して、税収をはるかに上回る国債発行となっていると、こういった財政規律をおろそかにする 予算の組み方の姿勢ということも大きく問われなければなりませんまあ、そのようなことを盛り込んで今検討しております その他ございますか。はい、やらなければ終わります。ありがとうございました。